昨日は節分やったね。のぺは節分やった？節分？え？節分知らない？うん、知らん。まあ、簡単に言うと、鬼に豆を投げて退治する行事やね。なんで？え？なんか、一年の幸せを願って、みたいな。なんで鬼に豆投げんの？鬼を退治するため、やと思う。鬼に豆なんか聞くん。え？鬼なんかめっちゃ強いんやから、重火器使ってやるなあかんのちゃうの？いや、ただのイベントやから。鬼はそう思ってんのかな？え？鬼側は本気で襲ってきてるんちゃうの？豆ごときぶつけてて勝てるわけないやん。いや、そんな本気でやり合う行事じゃなくて、鬼はどれだけの数やってくるんよ。え？各家庭に？各家庭？とんでもない数やんか。それをな、あんたが豆ごとき使って負けてもうたら、町中の人の迷惑になるやろがい。やろがい？赤のぴは重火器を使うのが怖いから豆かもせんけど、他の人はみんな、ちょっと、怖いと思いつつも戦いに挑んでるんや。ちょっと、それは大切な家族を守るためであり、ひいては町の社会よ。ちょっと、うちは戦うで、全力で。鬼は人なの。は？やから、鬼は人がなってるだけやの。鬼は、元人間なん？え、もしかして、鬼は人間が悪の心に蝕まれた慣れの果て。赤のペ、はい。鬼は各家庭に現れるって言ったやんな。え、もしかして、鬼の中に人間だった頃の記憶が残ってて、その記憶を頼りに家族を探しに来てるのかも。のぺ？そんな鬼たちに重火器をなんて。え、うちは、なんて愚かなんや。泣いてる？やっつければ、すべてを解決できるなんて。うちのアホ！はい？赤のペ！わあ！はい。豆投げるって言ってたやんな。え、言った。あれは、優しさやったんやな。あ、豆なんて退治するために投げるもんやない。赤のペは、豆を投げつけることで、あんたのいる場所はここじゃないって教えてたんやね。はあ、もしかして、豆には心を浄化して人間に戻す効果もあるとか？そうやな。そういうことやんな。そうなの、かも。さっきはどうやったりしてごめん。ちょっと、泣きやんで。ほんまにごめん。号泣？泣きすぎ。決めた。今まで何もできてない分、私は節分に本気で立ち向かう。まず、豆を買い占めてくる。ちょっと、ストップ。なんで止めるの？節分は昨日やったの。次は来年なの。あ？節分って年に一回なの。やから次は来年。豆はまたその時期になったら売ってるから、その時一緒に買おう。こんなうちと、一緒に鬼退治してくれるって言うの。え？赤のペは、一生うちの親友やー！わけわからんこと言われてるのに、なんでもらい泣きしそうに。豆畑、買いました。やっぱりアホや。動画、最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。